ではあの始めさせていただきます、えー、本日はあの、えーまあ、日本と主にイギリスが戦いましたあのインパール作戦からもう早くも80年近い、えー、歳月が流れましたが、えー、本日はイギリスのビルマ作戦協会のマクドナルド・アキコ会長ほか、えー、3人の方にお越しいただきました。 えー、この日英の和解の動き、あの、いろいろともうでに報道はされておりますけども、え、明日ご帰国なされますので、その総括という感じのお話を伺いたいと思います。えー、皆さんから、向かって左から、えー、イギリス陸軍中佐のポール・コーデンさん、左ポール・コーデンさん、はい。で、えー、続きまして、えー、インパール作戦で日本軍と戦っ 経験がございます、えー、元イギリス軍兵士のリチャードデ・デイさん、デイさんは97歳でいらっしゃいます。で、えー、そのお隣が、えー、ビルマ作戦協会のマクドナルド・アキコさんです、えー。そしてその一番端の方が、元イギリス陸軍大佐のジェームス・ボーグルさんでございます。えー ビルマ作戦協会は後ほどお話があると思いますが第二次世界大戦で戦火を交えた日本とイギリスの相互理解と和解活動に取り組むイギリスの民間団体です、えー、マクドナルドさんたちは今月7日に来日されまして千鳥ヶ淵戦没者墓苑での国際合同慰霊祭に参加したほかインパール作戦を指揮した旧日本軍の佐藤 高徳中条のお墓があります、山形県庄内町を訪れました。庄内町ではインパール作戦に参加した旧日本軍兵士の104歳の男性とも交流されております。本日の会見では、対日中の活動について、また、レチャード・デイさんの貴重な戦争体験などをお聞きすることができると思います。会見は英語と日本語で行います。 えー、この後、あの、4名の方から、えー、30分ほどお話をいただいた後に、えー、質問をお受けいたします、えー。質問は会場とオンラインの双方からお受けします。えー、オンライン参加者からの質問のうちテキストでの質問は、えー、今から随時お受けいたします、えー。質問に際してはどなたへの質問かを明らかにお願いします。えー、通訳は大人、えー、に座って おられるサイマルインターネショナルの池田薫さんでございます。よろしくお願いいたします。えー、申し遅れましたが、司会は、えー、日本記者クラブ企画委員で産経新聞常席委員の乾正人が担当いたします。えー、それでまたあの、時間に限りがありますので、あの質問等は、えー、手短に一つ、えー、NG リストはありませんので、この会議はね。 どんどん質問していきたいと思います。では早速じゃあ,あのマクドナルド会長の方からお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はあの大変あの講演でございますこのようなあの素晴らしい記者記者会見を設定していただきましてあの産経新聞さんそれからあの日本あの記者クラブのセンターの方々あここであの改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。 私は、あの、父が、インパル作戦と、そしてビルマ作戦に参加した、あの、地を持つ第二世代のマクドナルドでございます。名前の通り、イギリス人と結婚して、イギリスに住んで、もうかれこれ、36年になるかと思います。滞在中に、10年後ぐらいでしたけども、いろいろな、日本とイギリスの間には、いろいろな、問題が、 続いていたということがまず分からなくて、あの、えー、それ、まあ、それが、まあ、戦争に関係してたということで、えー、改めて、あの、戦争は何だったのかというふうに、まあ、研究、それから興味を持ち合わせて、まあ、こういうような活動につながってきたわけです。えー、ベルマ作戦協会は、えー、あの、今も、ご紹介があり,ありましたとおり、えー 日英の戦争を体験者した同志が、あの、相互理解をもとにして、対峙して、和解を始めたというのが、あの、私たちの、まあ、基本にあると,と思っております。としげも会長になりましたのが、また、あ、やはり、あの、背景が、 まあ、イギリスから見ますと元敵の国の娘がイギリスに住んでるとそしてしかも英語とそれからある程度弁論が立つという、まあ、意見がはっきりしてますのでそういうことがかなり価値観という形で、えー、あの認めていただきましたので、まあ、私としては日本とイギリスの橋渡しということで、えー、いろいろ考えながら、えー、私の,あの時代になりましてからは過去 えー、戦争当時の過去、そして現在、それから将来につなげるための平和運動につなげていきたいと考えております。えー、今年、こんこあの今回、えー、リチャード・デイト、それから戦争体験した第二世代、えー、それからあの戦争に関わったあのいろいろな戦友会があるんですが、それはのいろいろコーディネートしているあの方たちと一緒に 日本に来まして、一番その中でピークというかハイライトとして私が捉えられたのは千鳥ヶ淵で、日本の戦,戦没者のために慰霊祭を行ったということがかなり歴史的には初めてではないかと思われます。まず,まず発端が日英の和解というところが基本なんですが、 これはあの英国の大使館にお話をしたところこんな素晴らしい概念というかあのアイデアはこのまま日英関係だけでとどまっては惜しいという話が出まして瞬、ま、く間にオーストラリアニュージーランドカナダアメリカオランダその各国そうですねインドも含めまして7か国があのこういった えーえー、と日本とのです、ねえー、和解、そしてこれからの連携、えー、平和運動に、えー、あの達成するためには一体感、連帯感を作るために千鳥ヶ淵で遺伝子するのが一番大きなあの重要性という意義があるというふうなお話をしてくださいました、でそして初めてこれが、えー、10月の9日に実現したという流れでございます。えーまあ、突然のの今回の 一番そのピークがそういうところで、私たち自身は、まともとの計画は、えー、東京から山形県、山形県から京都、そして京都から広島、そして東京で2週間の旅でかなり疲れております。えー、行くところいいところいろんな方々との接触がありました。えー、そしてしかも、広島においては、あの、日デイがあの小暇で使っているそのままの帽子を あのかぶってますし、このようにして、勲、え、章、ー、もつけてますので、本当に各国の方が声をかけてくださいました、そして日本人の方々もあの泊まって、まあ、なぜここに来てるのか、いろいろな方々の本当に、あのなんていうんですかね、えー、知らない方々がものすごい数で、えー、アプローチしてくださって、まあ、私たちの活動を理解してくださった。 というのが今までの体験の一番いいところだったような気がします、えー、そのくらいでよろしいでしょうかはい、ありがとうございました、はいえー、それではデイさん、よろしくお願いいたし,します My name is Richard Day I served with the Royal World, World, World Fusiliers in Kohima who were the second force セクリリースフォーローウェスケンス、コヒマアフあさん、こんにちは。私、リチャードデイと申します。え大臣に対戦中、えウェールズ連隊でコヒマの戦いに従軍したものであります。どうぞ。 Uh, after the battle was finished, uh, we uh, were reformed and I was sent over to Japan, over here, and uh, to, to uh, Curie, landed at Curie Docks, and, uh, and I went on to Kyoto, where my, my job was to requisition uh, accommodation for the British Army. to キパイションコース、今回はイギリスの,あの元お兵士ということで、退役軍人ではございますけれども、京都等を、えー、来日して訪問させていただきます。私は現地で5か月ほど、えー、従軍いたしまして、その後シンガポールに当時戻りました。 Uh, while I was in Japan, uh, there were two earthquakes, and uh, one was Shikoku, the other one I can't quite remember. But uh, I found that uh, the accommodation we taken in Kuri, uh, sorry, Kyoto uh, was uh, comfortable, and uh, the troops passed through on their way around Japan. Uh, we had no trouble at all, no recrimination. Everybody was uh, uh, peaceful, and we treated the uh, uh, employees that we uh, had in the hotel in, in the right manner. And uh, we, nobody interfered with the ladies in the, in the hotel, and uh, we got on very well together. えー、日本に参りまして、2回地震にも遭遇いたしました。1回は結構強かったんですけれども、2回目はあんまり覚えておりません。でえー、京都でも宿泊いたしましたけれども、えー、お尋ねした各地、本当にご歓迎いただきました。いろいろ日本も回りましたけれども、快適な滞在を遂げることができております。また、皆さんに避難されることもない。あの皆さん、本当に平和裏に我々を温かく迎えてくださいました、えー。ホテルの方々も本当に丁寧に接していただきました。 Uh, I, on my uh, uh, term of duty was finished uh, at uh, kyoto. Uh, i uh, packed my kit and was on uh, kyoto station uh, platform waiting to catch a train. and uh, i looked up and i saw somebody waving from the other platform and the staff staff from the hotel uh, that we employed. Come to see me off and w waved me goodbye. Mm -hmm. Unfortunately, I couldn't get across the track to uh, talk to them because my train was due any time and I'd have been uh, AWO if I'd uh, missed the train. But uh, yeah, I think it goes to show that uh, we all got on well together, the, uh, the staff entirety came to the station to see me off. 京都の滞在を終えまして、京都駅で電車を持っていましたら、向かいのプラットフォームで私に手を振る人がいたわけです。誰かなと思ってみましたら、あの、泊まったホテルの従業員の方がわざわざいらしていただいて、私を見送りに来ていただいたということなんです。あの、とっても感激いたしましたし、あの、思わず列車乗り遅れそうになりましたけれども、このような形で本当に、え皆様方には温かくご対応いただいております。 Uh, we, you, you may know we recently had a, our group recently had a tour around to the various uh, cemeteries and uh, remote memorials, and uh, there was a gentleman there, a Japanese gentleman, who was uh, 110, and uh, we shook hands, and uh, uh, everything went very amicably. まあ、今回、日本各地に訪問させていただいております。また、合同慰霊祭にも参加することができまして、そちらでは110歳になられる日本側の退役軍人の方とお会いいたしまして、握手もさせていただきました。とてもいい滞在を経験しております。Uh, I don't know how, how it w o u l go along, but I just,、uh, when, when I wished him well and was、uh, about to leave, I said, I'll see you next year. and also at, uh, another uh, presentation hopefully、uh, he'll here there be、uh, still were where uh, three Japanese soldiers came along dressed in their uniform、uh, I felt no Um, uh, hate or uh, disagreement with the men themselves, with the soldiers, but the sight of the uniform uh, put a lump, lump in my throat and I, I uh, was a bit shocked. また3名の方があの当時の軍服をお召しになっていらっしゃって、その方ともあの遭遇したんですけれども、まあ、もちろん軍服を着ておられるということで、いろいろ記憶はよみがえりましたけれども、憎しみの気持ちはもうありませんでした。<No. S 3> <No. S 2> I And uh, unfortunately, the hotel that we requisitioned in the beginning has now disappeared, and there's a big block of uh, concrete building there, and it's very really sad. I couldn't see the original hotel, but uh, here we are, and uh, we've made very, many friends here. Nobody has recriminated anything at all, and we've moved on. And everybody seemed very friendly. And uh, although sports must be about four generations now since the war, um, nobody has uh, said a bad, bad word to us while we've been here. あの本当にずっとまた日本に戻ってこりたいと思っておりましたので、今回それがかなって、とっても嬉しく思っております、ただ残念ながら、本当は泊ま,りか泊まりたかったホテルがあったんですけども、以前宿泊したところということで、ただそちらを行ってみましたら、もう取り壊されていたということで、まあ、しょうがなく別のホテルに滞在したということはあったんですけれども、まあ、本当にあの来日してから、皆様方、私ども、避難することもなく、本当にあの前向きな形で前進することができ、嬉しく思っております。ご対応い いただいた方皆さん本当にあの有効的で、もう戦後4世代ぐらいもヘテルともいますけれども、もう悪い気持ちをお互いに持っていない、えー、とてもうまくいっているということで嬉しく思っております。Uh, I don't think I could add to what I've already said, and、uh, I, I wish we'd、uh, like us to all continue in, on a friendship basis. And there's no need for anybody to uh, agonize on uh, having further trouble in the world with our nations. And I think uh, I have to leave it there. I can't uh, improve on that. あの終わりにあたりまして本当に現在育まれている友好関係ずっと続けていきたいというふうに思っておりますしお互いを敵視するといったようなことはもう行いたくないというふうに思っておりますあの世界がまた国と国の間でこれ以上トラブルが生まれないようにということで祈っております以上ですはいありがとうございましたでは続きましてポール・コーデンさんお願いいたします My name is Lieutenant Colonel Paul Corden of the British Army. I recently served for eight years in the British 77th Brigade, which was named after a special brigade, the Chindits, who operated in northern Burma behind Japanese lines. During my time with the brigade, I went to Burma and visited the battlefields of 1943 1944. 私ポール・コーデンと申します、元英国陸軍中佐でありまして、8年間、第77旅団に属していたことがあります。でそちらの旅団というのは、あの昔あの、北ビルマの方で作戦を展開したティンディットの名前を取っているものということでありまして、私がそちらで従軍していたときに、ビルマの戦線、1943年、44年、当時の戦場を、 So, I, I have seen the horrendous condition of the terrain, the jungles, the mountains, the heat, the humidity. I have met veterans like Richard and many veterans from the Chindits who operated in northern Burma, and I have seen the horrific conditions that soldiers of both sides faced when they were fighting together in that awful period of World War II. で、私もその当時の戦場を視察したということで、いかに、えー、その当時の状況がひどかったものか、もう惨状であったかということがよくわかりました。もう、あの、ジャングルですし、もう山に囲まれているということで、本当に悲惨な土地であったわけです。もう湿気もひどい、また厚気もひどいということであり、そこで、えー、えリチャット・デイさんのような、あの、退役軍人の方と、えー、え直接お話しすることも、あの、ありました。えー、北ビルマのティンディット関連の話であります。 So, it has been a great privilege to come to Japan and meet the other side, the descendants of the Japanese who fought in that awful um, theater of war, to meet people whose fathers and grandfathers fought and sometimes died. And it has been good to shake hands with them and to renew the friendship between our two great countries. We have been friends before, before the Second World War. And now we are friends again and we need to take this friendship forward, make it stronger and work together in the future. あもちろん当時の戦場というのは第2次大戦中ということでひどい状態ではあったんですけれども、えー、今回日本に参りまして、えー、逆に戦ったもう一方のサイドの日本の方ビルマ戦線で戦われた従軍なさった、えー、日本軍の元待機軍人の方々関連のご子孫の方にお会いすることができましたお父様ですとかおじい様があビルマ戦線で戦われたそして中にはお亡くなりになった方もいるしかし こういった子孫の方を握手をするということができたんですえ、日本とイギリス偉大な大国同士であります友好関係えさらにもう1回温めることができましたえ第大次大戦前も日英は友好国であったわけですそして戦争が終わった後また友好国に戻ったわけでありますからぜひこの友好関係をずっと続けていきたいと念じております And the, the British armed forces and the Japanese self-defense forces are today starting to work together more and more as Britain and other allied countries join Japan in facing the new threats. The world has changed. There are new threats in the Pacific region, sadly, our former allies of Russia, China, and of course North Korea. Those are the new situation we are facing, and I'm delighted. That Britain and Japan are joined together in this new arrangement, new friendship, and I say we need to go together into the future where we can be stronger to face the, the new threats, to face the new situation. <laughs> 国防び日本の自衛隊との連携が緊密化されてておりままますイギリスまたその他同盟国も含めまして日本と連携をし、新しい地域で生まれている脅威に立ち向かっております。太平洋において、また中国、ロシア、北朝鮮関連ということであります。日英間で築かれた新たな取り組みですがか友好関係、他としております。ぜひ一緒に進んで、未来を目指していきたいというふうに思いますし、お互いに強力に連携すること こによって新しい脅威に対して対抗していきたいと思っておりますはいありがとうございました、えー、それでは続きましてジェームス・ボーグルさんにお話を伺います My name is... Is this, is this on? My name is colonel ジェームス・ボーグル It's a great privilege and honor for me to be here in Japan on this reconciliation visit 私、ジェームズ・ボーグルと申します、今回の和解の旅を通じて日本を訪れることができ、とてても光栄に存じております。For the 14 Army. 私自身も第二次大臣に対戦中、第14次陸軍の連隊に従軍しておりました。 But my closest connection is my relatives, uh, most of whom are Australian. My father, my uncle, and numerous other uncles served in New Guinea and in India in, and in the Burma campaign. で父もおじもまたあの近煙の,のおじたちも揃ってニューギニア戦線インドまたビルマ戦線で戦っております。で日本帝国空軍がちょうど爆撃をした時に私の祖父はオーストラリアダーウィンで射砲関係の 任務についておりました the, the,、uh, 今回、えー、ビルマ作戦協会とともに、えー、日本を訪れ、和解の旅を行っているわけでありますけれども、今申し上げたように私の関係者もみんなそのことをとても喜んでいることと思います。 I would like to thank all our hosts, Japanese hosts, and friends that we have met and made here in Japan. And once again, say it's been a great privilege and an honor for me to take part in this reconciliation visit. And I very much am grateful to all of those here in Japan who helped to make it such a successful visit. Thank you very much. 本当に今回お世話になった日本側で受け入れてくださいましたホストの方々、友人の方々、また今回の訪日を通じて新たに友人になった方々も含めて、全員の方に深く御礼申し上げます。繰り返しになりますけれども、今回の和解のたびに私自身参加することができ、至極光栄でございました。お世話になった日本側の方々全員に深く感謝申し上げます。あありりががととうう。ございい、ました。はありがとうございました。 えでは、これから皆さんからのご質問を受けいたします。えー、質問は日本語か英語でお願いいたします。えー、会場で質問のある方は挙手をお願いいたします。えー、私が指名しますので、お近くのマイクを使ってお名前とご所属をおっしゃってから質問してください。えー、続いてオンラインから自分の声で直接質問したい方は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタンを押してください。 え、会場のが一巡いたしましたら、えー、私が指名いたしますので、えー、ミュートを解除しご質問ください。えー、テキストでの質問はあ受け付けております。同じくズームの画面下にあります Q&A にお名前とご所属に続けて、えー、質問を書き込んで送ってください。えー、私が代読させていただきます。えー、質問に際しては、えー、どなたへの質問かを明らかにしてくださると、 えー、スムーズに進行がい,、ま、いります。では、あの会場の方からまずご質問を受けます。はい、じゃまず、はい、産経新聞の論説委員の岡部と申します。今日はどうもありがとうございます。大変貴重な話を聞かせていただきまして感動しました。えー、っとですね、リチャードさん、それからマクドナルドさん、それからジェームスさんにですね一言ずつ、えー、ご質問させていただきます。 ままずリチャードさんに、えー、お聞きいたします、えー、千鳥ヶ淵のです、ねえー、合同慰霊祭で、えー、私も参加させていただいたんですけどもその時にですね、えー、リチャードさんがですね、えー、このようなことをしていただいて経験をしてもう日本に対して恨むような気持ちはなくなるというようなことをおっしゃって ことが私はとても印象に残ってるんですけども先ほどあのえもう敵,敵ではないと感じられたと、えー、日本を回られてですねそういうことをお答えされたことも踏まえて、えー、そのような気持ちを今お持ちであってそれでイギリスに帰られて、えー、仲間の人たちにですねお伝えできるかどうかそ,ういうそれを一つお伺いたいことが一つそれからマクドナルドさんにはですね えー、先ほどポールさんがおっしゃった、えー、今回の日英の和解が、えーまあ、日英だけではなくですね、えー、初めて、まあ、今回ですね、えー、日英の和解にですね、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、えー、それからあオランダと,だと、えー、国際的なですね、枠組みといいますか、ただ日本とイギリスだけにとどまらずにですね、えー、多くの国と え連携をするというようなえ和解でもですね連携をするというようなことになった背景とですねそれから今回の意味みたいなものをえ会長としてお聞きしたいそれから最後にですねえジェームズさんえ今回あの広島だけじゃなくて長崎にも行かれたと伺ったんですけどもえ広島長崎を訪ねられてえ連合国側としてですね訪ねられた天のですねえ原爆を落としたことに対しての え率直なおお気持ちえ聞かせていいいただければと思まますよろしくお願いいたしく願、okay. So, I would like to uh, thank uh, all the、uh, people for your valuable remarks today. And、uh, I am from Sanke. My name is Oka, y u editorial writer. And、uh, I would like to uh, ask uh, three of you the、uh, questions, one each. And、uh, I would like to really say that uh, it was very touching to hear the valuable remarks from our guests today so i have my questions uh, one each to richard mcdonald and uh, uh, akiko san uh, and uh, the, the james uh, yep. Bogle-san. and uh, first of all, uh, address to Richard. Uh, you mentioned about uh, Chidori igafuji uh, joint memorial service, and I had the honor to take part in it myself as well. And you have mentioned that uh, no more you have uh, no you have no more grudge against the Japanese people, and your remarks was very uh, impressive. Uh, you have mentioned that uh, while you were here, uh, you felt no recrimination, no enmity against japan. and uh, i was just wondering, when you go back to uk, would that be the message that uh, you would like to convey to your uh, friends and the uh, people uh, who are in uk? What are the messages would you like to uh, bring back to your friends back home? That's my first question. And the second uh, is, to uh, Ms. McDonald Sam, uh, as Paul had mentioned, uh, this is a journey for reconciliation between Japan and UK, and for the very first time, not only between Japan and UK bilaterally, but a framework to have the uh, reconciliation to be done is broadening. Uh, to uh, include the United States, Canada, Australia, New Zealand and the Netherlands. And I would like to ask you what was the background which uh, made this uh, possible and the significance behind uh, under this uh, wider framework of reconciliation as a chairperson of the uh, Burma Campaign uh, Society and the uh, last question is uh, addressed to james. you have mentioned that uh, besides hiroshima, you have also visited nagasaki this time. so as a part of uh, allied forces uh, uh, who had, uh, um, of course, uh, dropped a-bomb both in uh, nagasaki and hiroshima, and is uh, there any uh, thought that you would like to share with us uh, regarding that point? H how you feel now? thank you. Yeah, but so, Mr. Richard Day, would you like to answer the question first? Uh, when I get back home, uh, I, I belong to various uh, 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 companies and uh, clubs, and I thought uh, relate to them what I've seen and heard here, and, uh, and tell them uh, what a, a grand time we've had here, and the very many people who have been very kind and very friendly, and uh, no animosity at all, and uh, we've been welcomed wherever we've gone to, whether it's be a, a, been a pleasure trip out or a, a meeting somewhere, it's always been a friendly and uh, left in a friendly manner. And uh, nobody talked about the war very much. Obviously, it's a long time ago and probably people don't uh, don't remember it or weren't alive at the time. But those that were alive, even the old chap at 110, he'd know. Uh, no, uh, no animosity at all. He, I believe he was a state prisoner at one time, and uh, he said he was well treated. As a prisoner, I, I don't think I can enlarge on that at all. It, uh, everything worked well, and uh, we've had a, a very pleasant and peaceful time here. Thank you. えまず私が、あの、イギリスに帰りましたら、私、あの、 自国ではいろんな団体に、あの、属してるんですけれども、いろんな人たちに対して今回、日本の滞在通じて、見たこと、聞いたこと、あの、そのままお伝えしたいというふうに思ってます。本当に日本で多くの方に親切にしていただいて、友好的に対応していただいた。いろんなミーティングですとか、いろいろな訪問させていただきましたけれども、どこを訪ねても、あの、とても友好的に、あの、応対してくださって、とても光栄でございました。こういったことを伝えたいと思います。もちろんもう戦争中 ということは、もう大昔のことになってしまって、その頃を覚えている方っていうのは、どんどん少なくなっているわけであります、若い方はもう全然そんなことをご存じないわけですし、しかし、110歳の方、今でもあのご健在ということで、もちろん戦争体験なさった方も残られているわけですけれども、その方も自ら、もう敵対心などないとおっしゃっていただきました。えー、このように本当にすべて今回の訪日、うまくあのいきまして、とても平和な気持ちで過ごすことができました。こういったこ ことをお伝えしたいと思ってますはい、ありがとうございました。じゃあ続いて、マクドナルド・アッコさん、お願いしまします。はいあの、先ほどもあのお伝えしたと思うんですけれども、今回の非常にの、まあ、イメインイベントっていうか、まああの、大きな意義が生まれたなというのは、今まで日英関係の和解活動をずっと40年やってきていたわけですが、今回の 千鳥ヶ淵の異例さをする際に、大使館に、英国大使館に連絡したところ、このようなその素晴らしい概念というのは、2カ国だけでシェアするものではなく、やはり同じ価値の持っている国々とのシェアというのが一番重要ではないかというコメントがありました。そこで早速、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、オランダ、 そしてインドの方にも、あの、武漢レベル、武レベルですね。私たちもご存知のように、戦争体験した軍人の家族を持ってるわけですから、まあ、軍人、あの、あの外、外交官とかそういうことよりも、武漢同士のつながりっていうのは非常に重要だと思いました。 でその連携として、すぐに、えー、ニュージーランド、オーストラリアの方に連絡しましたら、これも素晴らしいことなので、大使館全体がこれを共有すべき、するべきだということで、えー、即、あの、大使館内で、いろいろ、あの、会議というか、あの、内容がシェアされたそうです。えー、そこで、あの、まあ、結果的に、えー、とですね、あの、 えっと、の、イギリスの大使、そして、え、ニュージーランド大使、皆さんご都合は、皆さん、私たちのこの話が出たのは8月なんですね。ですので、当然、あの、大使は、半年、1年ぐらいのスケジュールが、皆さん、詰まっているところを、非常にその都合をつけていただきて、参加されたわけです。で、それが、あの、英国大使であり、え、ニュージーランド大使も、これに参加して、スピーチをしていただきました。 で非常に感動したというか、まあ、非常に驚きを持って感動したことは、あの今までは日英関係、または日本に住んでますと日米関係という2か国の,あの付き合いというんですかね、経済、政治、軍事、そういうことだと思うんですが、今回の場合は、他のいわゆる民主主、主国家の先、まあ、ある意味では先進国と言った方がいいのかもしれませんが、 民主国家、いわゆる価値を共有するあ方々、まあ、国々の方が、これに賛同してきたっていうのが、一番大きなあの拡大したあ国家ではなかったかなと、こういうふうに私はあの感じております、えー。そうですね、そういう流れがあったのは、まあ、やはり、もともとの考え方が似ていたのかもしれませんけれども、一番皆さんがおっしゃったのは、とてもいい時期であったと。 この時期は非常に我々にとって非常にその日本周辺のですね危機感を持ってますので連帯感というのを持つ日本を日本はもうまあ仲間であるとそういう感触を受けましたねまあ日本は仲間だっていうところから始まっているので非常に感動しますそういうことが皆さんがそのおっしゃったことはやはり忘れられないと私は感じましたそれがも今回の大きな Uh, during our visit here in Japan, we have visited here in Tokyo and Yokohama, Shonai, Kyoto, Hiroshima, Nagasaki. I think that's it. Somebody want to translate? Yeah. 今回来日中いろいろなところを訪問させていただきました東京、横浜、省内、京都、広島、長崎でありますで、我々の訪問を通じての一貫したテーマは平和と和解でありました I think anybody who visits Hiroshima and Nagasaki will be very moved, shocked and find it harrowing to see the evidence in the museums of what happened on those fateful days. まあ、どなたでも、広島ですとか、長崎を訪れたのであれば、しりょうかにいらして、いろいろ、証拠を目の当たりにして、あアノヒナリガ、オコタノカ、トヨコト、ゴランニナリ、大きく心を動かされまたショックを受けまたあまりにもひどいというふうにお思いになると思います I think I'll just say this because it's relevant to what's going on, for example, in the Middle East as we speak. 今、中東で起こっていることにもあの関連すると思いますので、次のことを私述べたいと思います。 まあ武漢として、または兵士として申し上げますけれども、民間人、子ども、また、高齢者、母親等々、こういった人たちを意図的に標的にするということは決してあってはならないと申し上げたいと思います。I appreciate that there are people who will disagree with me, but for that reason, I think it was morally wrong to drop bombs on non combatant civilians. in Hiroshima and Nagasaki, just as it is immoral to drop bombs on civilians, non-combatants, and children in the Middle East. まあ私が申し上げることを反対する人もいるかもしれませんけれども、あえて申し上げます。原爆を非戦闘員、民間人に対して標的として落とすということは、道徳的にあってはならない、非道徳的な行為だということであり、これはちょうど今中東で起こっている、やはり同じく民間人、非戦闘員を標的として攻撃が行われていることが非道徳的ということと同じであります。 まあ以上、私イギリスの元部下また兵士として申し上げました。申し上げることは以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ続いてご質問のある方挙手。あ、どうぞ。一番前の。 共同通信の盾田と申します。今日はありがとうございました。あの、リチャードさんにあの2点質問なのですが、えっと、1点目は、あの、今は日本のことを憎んでいないと、ただあの、当時作成に参加されていたときは、日本人のことをどのように、 あの、思っていたのかというところを聞かせていただきたいということです。あと、あの、2点目はですね、今、ジェームさんがあのおっしゃっていましたけれども、今、あの、中東で起きている情勢をどういう目でリチャードさんが見つめていらっしゃるのか、どういう思いを焼いているのかというのをお聞かせいただければなと思います。Hello, I am Takeda from Makyoto News Agency and thank you very much for the valuable talk today. I have two questions to Richard. Uh, first question, uh, you had said that uh, you no longer feel hatred against Japanese people, but uh, what were your thoughts then when you were actually engaged in the campaign uh, in Burma? What did you think of the Japanese people then? That's my first question. And second question is, as James had mentioned, uh, looking at what's happening now in Middle East, what do you think? What thoughts crosses your mind when you see the situation unfolding in the Middle East today? Thank you. Yeah, you're a Scottish. Well, I don't, I don't know how to answer that. Um, we've always uh, look forward to uh, having a peaceful future, and uh, everybody here has been uh, quite uh, happy and. Uh, they genuinely uh, uh, welcomed us. How did you feel when you went out in 1944? How, what were your thoughts of Japanese then? What do you think of the uh, Japanese soldier against you? Well, obviously as I've been reminded, uh, I was call, called up to be a soldier and fight in the war which I disagreed with. I had no choice. Everybody here uh, was in the same uh, Situation, and uh, I didn't know where I was going to be sent to. And when I got out to uh, India, and then up to Ranchi, a jungle training camp, and up moved up to uh, Kohima, and that was a, a pretty awful place to be—the noise and the screams and the, and the, uh, the atmosphere—and. Uh, uh, Trying to live and eat uh, in, in a situation, uh, nobody should have to go through that again. And uh, this is why we're over here to uh, encourage a peaceful uh, settlement between, or, or a future, peaceful future between the two nations. まずあの、現在、本当に我々はあは未来が平和になるようにということで、あの深い望みを持っております。あ今回、訪日して、本当に皆さん、ハッピーで温かいご歓迎、どこに行っても受けました。で当時、私はどう感じたかということですけれども、当時、私は兵士として招集されたわけです。そして招集されて戦場に行って戦えと言われたと、選択肢はなかったんです。皆さん、みんなそうだったと思います。総動員されたと。でインドに向かい 訓練場で訓練を受けるコヒマに行くといったようなことをいたしました。まあ、もちろんあの現地は大変な状態ではありましたけれども、そしてその中でなんとかまあ、生き延びてきたということであります。でこれを受けてあのぜひ戦った国同士もあのぜひ平和的な決着解決をつけてほしいと、えー、願っておりました。 Uh, the, uh, the Japanese soldiers were uh, great fighters, they were uh, fanatical at the times. Um, they'd uh, lay themselves over barbed wire barriers so that their comrades could climb over their bodies and, and get out at the uh, British or, or whoever was in front of them. and. Uh, uh, they hung there for days, and, and the animals came along at night and, and fed off them. Uh, we, we unfortunately had to shoot some of them to put them out of their pain and their uh, uh, misery. Uh, we couldn't go out and get them off the wire because we were being shot at. The whole thing was, was unbelievable, and we don't want to go through that again. I think that. Uh, uh, we were a peaceful uh, nation, uh, each other uh, uh, helping each other in the 1480 war and, and in the inter inter between, uh, years. And I don't see why we shouldn't be the same again from now on. And uh, band together against any outcoming or incoming trouble that may be uh, evolving. 当時日本の兵士もあの立派に戦っておられましたあの野獣をかけられるとかありましたけれどもそしてあの動物が攻撃してくるといったような時もありある時はあ、まあ、どうしてもその 殺されず相手を殺されざるを得ないといったような時もありました、打つか打たれるかの状態ではありました、ああいった状態はもう二度と経験したくないというふうに思っております。今はもう平和国家同士になったわけでありますから、これが続くことを願っておりますし、あの世界各地また今後トラブル、もしくは問題が起こっても平和的な決着を望みます、そして平和が続くことを望みます。Uh, I, uh, I, I uh, think about the uh, the uh, goings on in the Middle East uh, with Ukraine and, and uh, the other companies, uh, the countries that are, are bearing a lot of uh, Ill, Ill will to each other, and uh, uh, it could spread it could uh, encroach upon us as different nations. And uh, it's, uh, it really should be, uh, we should band together and, and try and put an end to this uh, sort of uh, thing that's growing and growing and, and might draw us into it. Uh, we, we don't want to be drawn into any further trouble. And uh, 現下、中東で起こっていること、またウクライナの状況等々でありますけれども、いろいろお互いに。えー 悪い感情を持っていろんな展開があるということではありますけれども、ぜひ我々同士連携して、こういった事態がより深刻化しないように止めたいというふうに思っております。これ以上トラブルが拡大しないように我々連携して止めるべきだというふうに思っております。If, uh, if, if And uh, that would be a, a dreadful thing for everybody. And so I think we should um, do what we can as different nations to band together and, uh, and try and stop this happening. Uh, people are, are suffering so much now, and it's going to spread and spread until it reaches us all, all, all over the world. We must. We must faces together and, and keep the peace. ま、これ以上我々としても今起こっている事態に関与を深めないように、あの、止めるべきだというふうに思っております。あの、ロシアと深く関わってしまうと、結局その先には核戦争しかないということでありますので、そんなことになってしまえば大変な事態になります。えということで、同志国連携してこのような事態を、あの、止める。そしてこれ以上人々が苦しまないようにしなくてはいけないというふうに思っております。そして平和を獲得し、その平和をずっと維持し続けることだと思います。 Can I just say one thing? Traveling around, I don't know if this is working, traveling around Japan, I uh, have been very impressed by the efficiency of your Japanese services like the railway, the politeness and friendliness of the people and officials, and the cleanliness of your cities and streets. Uh, it may not be very newsworthy, but may I congratulate you for all of those things? Mm. あの、私、今回、日本各地回りまして、いろいろ感銘を受けました。えー、まず、とっても日本は効率の良いお国だな、ということです。あの、鉄道の、あの、サービス、一つとってもそうです。時間通りにちゃんと動いておりますし、お会いした一般国民の方、また、あの、官庁の方々、皆さん、本当に有効的に、えー、そして、えー、暖かく、あの、礼儀正しく対応していただきました。また、どこ行ってもとっても清潔だ、ということで感動しております。えー、そんなことを言って、ということで、皆様方として、 としてはあ取るに足らないことと思いになるかもしれませんけれどもあえて申し上げさせていただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ,あのまず最初はこちらで次にでお願いです。三人目ねでだいたい会場はこれでおしまいになりますのでよろしくあのエネルギー質じゃありませんので,で時間のあれ関係で申し訳ございません。どうぞ。 読売新聞の金城と申します。本日は貴重なお話ありがとうございました。リチャード・デイさんに京都のホテルについてお尋ねしたいと思います。今回の訪問では、京都で滞在したホテルの従業員に感謝の気持ちを伝えるために、その関係者を探していたとお伺いしております。今回の京都訪問ではお会いできなかったということなのですが、そのことについて、

Uh, so much extended with uh, much kindnesses uh, from the employees of the uh, hotel in Kyoto uh, where you stayed, and you were uh, trying to identify them uh, so that uh, you could personally uh, thank those uh, persons. But this time, you were not able to uh, meet actually those persons who have been kind to you previously. So, is there any uh, thing that uh, you can share with us on that? Anything that crossed your mind? about the employees of uh, Kyoto Hotel, you, you anything? Maybe this, the publicity from this visit, the families of those ladies will get in touch and, and make contact. Mm. Yeah. Uh, I, 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 um, <clears throat> I've talked about the, uh, the good say-off I had from the uh, people that we employed in the hotel at Kyoto. Uh, I had a photograph sent to me of the ladies in their uh, kimonos and uh, on the other platform. I don't know who sent it, but it was sometime after I left Japan. And uh, we have more recently, um, with the help of uh, many people, put uh, uh, adverts in the, or notices in the newspapers, local papers, who uh, and a photograph of these uh, ladies in their kimonos, hoping that somebody will come forward of, of that time and, uh, and we could meet up again. But uh, nobody, uh, to my so far has, has come forward and, and answered or called in and said that they were part of that uh, group. So perhaps uh, the word will spread a bit more now and, and we might hear from these uh, people. Although uh, I should think that by now they are uh, of, a, of a great age and uh, perhaps can't get out or perhaps pass on, which would be unfortunate. But I would like to uh, meet some of them again uh, because I didn't have time to say goodbye to them and, and they took the trouble to. Uh, dress up in your best kimonos and uh, uh, come to the station to see me off. And I thought that was most uh, considerate and kind. I've never forgotten that. And I would, I would like to meet at least one of them and, and have a chat with them. あの京都のホテルでとってもお世話になったということを本当にプラットフォームにまでいらしていただいて私が京都を去る時にあのお見送りに来てくれたんですねそれであのぜひ御礼申し上げたいと思ってあの方たち誰だったんだなということで日本をたった後も。 あの、いろいろ問い合わせさせていただいて、ぜひそういった方々探してほしいということで、いろいろ努力はしたんです。えー、そして、あの、着物を、あの、お召しになって、え、お見送りに来てくれたということで、至極感動したわけでありますし、あの、ぜひ、会いた女性はどなただったのかなということで、名乗りを上げていただいたら嬉しいなって呼びかけたんですけれども、結局名乗り出た方が、あの、いらっしゃらなかったということなので、また、あの、呼びかけたいと思います。ぜひ皆様方と、あの、お会いできた っていいいうに思ってますますすたたお会でできたら嬉しいです、えー、私あの、彼女たちに対して正式にあのお別れのご挨拶をすることができなかったのでということなんですね、それということであの、少なくとも1人でも会いに来ていただいたら嬉しいですし、ぜひその時には御礼申し上げたいと思いますし、あの,あの場面は、ま、絶対忘れることがありません。ありがとうございました I would say that perhaps uh, now the news is getting around in the newspapers, it may be the relatives or some of the relatives and uh, children of those uh, ladies that were on, formed on the platform at Kyoto Station. Uh, they may uh, have passed on the information about the uh, Kyoto Hotel, and, uh, and perhaps the children も、so. うんあの、今回のこと、もしあの新聞に掲載していただけましたら、どなたか読んでいただいて、その時お見送りに来ていただいた女性たちのご親戚の方ですとか、お子さんがあの気づいてくださったら嬉しいなというふうにあの思っておりますえ。ご本人でなくても、もしかしたらそのお子さんでもしかしたらというふうに思っていただける方もいるかと思いますので、あの期待してます。えどうぞ。 Thank you. どうも。あの、朝日新聞の論説委員の井田かな子と申します。あの、今日はどうもありがとうございました。えっと、ジェームズさんにあの、一つ質問があります。えー、あの、英国と日本のあの、アジア大変創戦争という意味で、 考えると、やはりあの、日本側、まあ、敵、あの、二つの国が敵同士だったということももちろんそうなのですが、日本側があの、戦争捕虜に対して、あの、大変な、あの、目に合わせてしまったという、それが、あの、戦時国際法違反、あの、国際人道法違反だったというような行きさつもあって、なかなかそこは、あの、私たち日本の人の側が忘れてはいけないことだと思っております。 それで、あの、今日、あの、和解の話を聞いて、私も大変、あの、嬉しく感じたんですけれども、そういったその、負の歴史、負、まあ、あの、日本側が起こしてしまったことですけれども、そのことを、どう両国は、あの、語り継いで、あの、こういうことがあったなというところから学び取っていけるのでしょうか。えっと、ジェームスさんが、あの、法律家だというふうにお聞きしましたので、ジェームスさんにお聞きします。 Uh, hello, I am an editorial writer at Asahi newspaper, and thank you very much for your uh, valuable remarks today. And I have a question to James. Uh, of course, the UK and Japan had fought against each other uh, during the Asia and Pacific uh, War. So we used to be an uh, enemy country to each other. Uh, but uh, there was a harsh treatment done by Japan vis-a-vis -vis the POWs. And uh, that was uh, said to be the violation of international humanitarian law. So as Japanese, we should never forget that these kind of things had happened. And uh, you had talked about uh, reconciliation today, which had impressed me a great deal. It was very touching and moving. Uh, therefore, however, there are certain uh, negative episodes that remains in our uh, mutual history. Uh, that was a fault of Japan, but uh, on these points, uh, in what way all these uh, negative stories also uh, should be conveyed to uh, maybe next generations, and uh, what should we learn uh, from those uh, negative uh, experiences? Uh, you are attorney and lawyer, so can I pose this question to James Sam, please? Uh, well, uh, there are in most wars, unfortunately. 残念ながら、ほとんどの戦争においては、まあ、負の,あの事象というと、ちょっとあまりにも言いようが軽すぎるかもしれないんですけれど、も時によって本当に恐ろしいようなひどい事態が起こります。The point and The laws of armed conflict is to minimize uh, those kinds of incidents.: And to restrict armed conflict where it is legitimate between the military forces of the belligerent powers. であくまでも交戦国同士そのえ軍隊だけを持って、まあ、正当な紛争として行うそしてそれに対してえそれだけにとどめるという制限を加えるというのが法律の目的であります。And to bring the conflict to an end as soon as possible? もちろんあの続いている紛争はできるだけ早く止めるということです。And it should be part of the aim Of any senior soldiers involved to try to bring the conflict to an end as soon as possible. Uh, I'm sure this was uppermost in General Sato's mind when he decided that. カワリニテータから撤退を決めた佐藤チ徳中将はそういったことを心に思って、えー、無駄なその死人をあの出さない代わりに撤退した方がいいと決断なさったんだと思います。And he was right to do so. Uh, it is, as I said earlier, um, and I don't think it needs much elaboration, it ought to be simple common sense that armies, soldiers, nations, generals do not make war on non combatant civilians, particularly children, the elderly. and those who cannot defend themselves. 先ほども申し上げた通りです。詳しくまた述べる必要はないと思いますけれども、必要なことは、シンプルな常識を働かせることだと思います。軍でも、兵士でも、国でも、また、どんな武官であっても、高官であっても、 えー、非戦闘員、民間人、仲ん族、子供ですとか、高齢者を標的にして、えー、絶対に攻撃はしてはいけないということであります。こういった人たちは自衛するすべがないわけですから。 That anyone engaged in conflict at the moment will obey those new laws of armed conflict. And I say that as a lawyer. はずのものであるということであります、えー、武装紛争についての法律というのはあのもちろんあの年月を経て改正をされております、えー、そして今後ともこういった事態にならないようにということで改正が重なれているわけでありますので今現下起こっている紛争においてもぜひ、えー、この改定されたあ法律をぜひ守ってほしいというふうに思います、えー、以上私ロイヤーとして申し上げました はい、ありがとうございました。じゃあ、の、会場の最後の質問に行く前に、あの、オンラインで一つ質問が届いていますので、ちょっとご紹介します。えー、上毛新聞の寺島さんから、えー、日本とイギリスの戦争に巻き込まれる形で、え、当時、現地のビルマーの仏教徒とイスラム教徒が、えー、日本と英国の陣営で戦いました。 その対立は、現在に至るまでミャンマーの少数民族、ロヒンギャの迫害という形でを引いています。日本とイギリスの和解が進む中、戦いの舞台となったビルマンに残るしこりについて、お考えがあればお聞かせくださいということですので、ちょっと難しい質問でございますが、もしよろしかったらポールさんにお願いをしたいと思います。ど,どなたでも結構でございます。 so we have uh, one question coming online and uh, our last question uh, will be entertained from this floor so two last questions uh, so first question coming online so uh, japan and uk had fought uh, in the war and because of that in burma the buddhist camp and the islamic camp also have been forced to engage in the warfare between japan and uk. and uh, uh, this remnant remains to this day in the form of uh, uh, persecution against rohingya uh, in uh, burma or myanmar right now. Uh, so while japan and uk are reconciliating uh, with each other in burma, still uh, what was sort of a uh, um, consequences that have been brought by the conflict between japan and uk still remains in the form of uh, uh, persecution against the rohingya people. so is there anything that uh, uh, you think on these matters? what is your take? i know this is a very difficult question, but maybe uh, paul can answer that question. i was lucky to travel to burma in 2016, and it was the year afterwards that the rohingya uh, trouble started. And I have to say that we in Britain, we had great hopes for Aung San Suu Kyi, the the president of Burma at the time. And for some reason, there ha, the Burma is a, a complex country with many different tribal groupings inside Burma. So already they have an internal complexity. あの私はラッキーにも2016年にあのビルマに行ったことがありますそしてその後あのロフィンギア問題というのが発生したんですであのイギリスとしてはもちろん当時大統領であったアンサン・スーチーさんにあのとっても期待を持ってたんですけれどもえただビルマというのは本当に複雑な国でありまして国内もたくさんの部族から成り立っているということでかなりナ内紛状態にあったと Rohingya people, who mainly come ethnically and religiously from Bangladesh, so they are more Muslim uh, within a more Buddhist country of Burma, and the whole lot coming together is just a volatile cocktail. And I'm afraid Aung San Suu Kyi herself, a great lady, we hoped she was not able to control her military in their dealing with the Rohingya situation. であのロヒンギャの人たちっていうのはもともとはあのバングラデシュ系の人たちということでムスリム系の人たちが多いわけです。まあ、民族的にも宗教的にもと。しかしビルマ全体っていうのは大半仏教徒の国であるということはございますのでえなかなか両民族があの一緒に住むということが大変だと。もうあの国内はカクテル状態ということになっているということであります。でアンサン・スー・チーさんはあのもちろん偉大な女性でありましたけれども、えー、彼女ととってしてもやっぱり、えー、ロヒン And then, of course, the the Burmese military then took over the country and overthrew Aung San Suu Kyi. There was, therefore, after that, no hope, and the whole country is now in this almost a civil war. The small different tribal groups all fighting against the door the central government in uh, the new capital, and. I'm afraid the Rohingya situation is just one small part of a wider country completely clashing and mixed in a toxic conflict. Uh, it is sad for everyone. And as we have been discussing, if only they could talk, be sensible, and live a peaceful life, living and accepting with each other that some people are different and just live together in peace. And I, I do not know how long it will take for Burma. to sort out its internal problems and the rohingya problem it is a huge tragedy and i have in the west we think it is so sad and unnecessary but we we cannot control what they are doing to themselves within their own country it is just a huge tragedy で、その後、あの、ビルマの軍が、あの、軍政を敷いてしまったということで、もうアンサンスーチーさんを追放されてしまったということで、もう希望が全部、えー、途絶えてしまったということであります。えー、もう内戦状態にあるわけでありますし、新しい首都ネピドーを、あの、巡って、もういろんな部族が、いろんな形で、えー、 戦っているということであるので、ロヒンギャ問題というのは、あまたある、あの、幅広い問題のうちのちっちゃな一部ということになっております。もう独占の高い紛争状態が続いている。もうこれは全員にとって悲しむべきことであります。え、なんとか常識的な線を持って、え、協議に応じる、そして平和にお互い違うんだということを認めつつ、あの、共存できればいいなというふうには思っているわけですけれども、この内戦状態、え、また、この、ロヒンギャーをめぐる 問題ですとか、そのいつ解決できるのか、どのくらい時間がかかるのか、全くメドがつかない状態であります。もうコントロールされていない状況ということで、本当に一大悲劇が今起こっています。はい、ありがとうございました。では最後の質問です。 あ、あ、えっ、ー、と、毎日新聞のクリアラ、クリアラと師匠と申します。本日は、あの、貴重な機会どうもありがとうございました。あの、リチャードさんにお聞きします。あの、先ほどの質問と重なって恐縮なんですが、えー、戦場でですね、戦っていた時日本兵にどういう感情を持っていたでしょうか。具体的に言うと、例えば、憎しみであるとか、恐怖であるとか、同じ兵士としての同情であるとか、どういう気持ちを持っていたのかを教えてください。それから、二番目、もう一つは、 もし今日に至るまで気持ちの変化があったとすればそれはどういう理由からでしょう年月のゆえなのかあるいは別の理由なのかお聞かせくださいお願いします Well, thank you very much. I'm a reporter from my 日新聞 My name is Kuri Hara and thank you very much for the remarkable、uh, talk today. And I have two questions to Richard.、Uh, first, I know I'm repeating myself but、uh, when you were really fighting、uh, in war Uh, serving the British Army, what did you feel against the Japanese uh, soldiers that you were fighting against? Uh, did you feel hatred against the Japanese soldiers or fear or anything? Or did you feel some kind of uh, empathy uh, toward uh, Japanese soldiers because uh, uh, both of you were soldiers and alike? And the second question uh, if your uh, sentiment uh, vis a vis the Japanese people had changed, what was the reason for that change? Is it because of the passage of a long number of years since the fighting, or is there any other reason? Thank you. Uh, While wild fighting, we've uh, got into many uh, strange situations which uh, never been in before. Uh, I don't think I felt any hate for the enemy. It was just a matter of trying not to get uh, killed or, or wounded by the enemy. Uh, I didn't know them. Um, I felt in some respects a bit sorry that they, they were in the same position as I was. and uh, for no particular reason, we hadn't met before. Uh, we didn't know each other. Uh, why were we fighting each other? Uh, it, was, it all seemed so ridiculous at uh, the age that I was then, at uh, 19, and um, uh, straight out of civilian street uh, a few months beforehand, uh, and, and uh, taken away from a job that I enjoyed uh, doing, and uh, made to do things that were against my nature. And no doubt it was a similar thing uh, for, the, uh, for the enemy, for the Japanese soldiers, um, uh, although they probably had more respect for the Emperor and uh, were fighting for the Emperor. But uh, I'm sure they weren't happy being in that situation anyway, any more than I was. 戦っていたときにどういう気持ちだったかというご質問でありますけれども、あの本当に我々はみんな、特異な状況に置か,れ置かれていたわけなんですね。で敵方に対して私、憎しみを感じたことはありません。あの単に生き延びなくちゃいけない、殺されないようにしようということであのやっていたわけです。あの相手の人知ってるわけでもないしっていうことです。で相手方だって私と同じ立場に立っているんだと、えー、理由もないのに、あの突然戦場に呼び出されて、 会ったこともないいいいい知ってててるるここととともなななようう相手に対して戦えと言われているっていうことであります、えー、なぜ殺し合わなくちゃいけないのかということを本当にあの理解できませんでした。ちょうど私、19歳になる頃でありまして、私も性格上全然人と戦うなんていうことは好まないものです。で、日本人の方も絶対同じように感じておられるはずっていうふうに思っていました。まあ、日本兵士の方は天皇陛下のためにあの戦っておられたかもしれないけれども、実際戦場で戦っているときに、 あのハッピーと感じておられるということはあのなかったというふうに思います。 あとは何だっけもう一ついやも,もし気持ちの変化があれば、まあ、気持ちの変化がいつあったかって今日に至るまであれば理由を教えてくださいとそう、うん so、my second question was that、uh, if your sentiment、uh, v i s a v i s Japanese soldiers or Japanese people had changed、uh, what made you change your thoughts、uh, is it the lapse of time over the number of years that have passed or is there any other reason did you Have you changed your views? And when, when did you or? change your Actually, views? You had no personal hatred then. And you, straight after the war, you had no hatred. And there is no. no hatred now. Yeah. Uh, at times, we, uh, we we took prisoners. Um, uh, we often gave them a cigarette and a cup of tea or a drink. Uh, there was no bullying, no knocking them about. Uh, there was no point in doing that, we'd already, already taken them prisoner, there was no point in knocking them about or, or doing them further damage. Um, and uh, they, they didn't want to be damaged anyway, so uh, we, we uh, treated prisoners in a respectable way uh, as human beings and, uh, and um, we had to make sure, of course, that they didn't try and retaliate, even though they were prisoners. So we had to have some uh, form of restriction on them, but we didn't uh, uh, treat them unkindly. We fed them, gave them cigarettes, and, uh, and we had to look after them, which, uh, in, in a way, if you take a prisoner it's a, 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 a bit of a, a of them because you've got to look after them and make sure they don't escape and make sure they're not retaliating while you're not looking and which their is normally the intention of businesses, to escape. Um, i think i agree. Really, uh, the question was did you find out the impression before the war and during the war and after the war? what is the differences? あのまずあの日本兵を捕虜に取ったということもあったんですけれどもあの捕虜としてその あの収容した後あとは、もちろんあの人間としてちゃんと尊重して、制止させていただきました、タバコですとか紅茶ですとか、また時にはちょっと飲むといったようなこともしたわけですえ、もちろんその正当な制限は加えなくちゃいけないということはありましたけれども、あのそれには従うけれども、他のところではあの捕虜にあの収容を取ったからには、ちゃんと面倒を見させていただくということで、あの親切にあの扱わさせてあのいただきまして、ちゃんとケアさせていただきました。 あの報復などに至らないようにということで。ご質問内容、私、よく分かるんですけれども、リチャードソンさんの場合っていうのは、ある程度、淡々としてるんですね、であの中学校くらいですか、出てから見習いで仕事をしていて、で18区ぐらいで聴取されて、えー、知らないところに行かされて。 でそれで知らない敵と戦ったったていう形ですよねですから初めからその憎しみとかあのそういうもの持ってないわけで,でそれでまあ終戦後駐屯した京都で、まあ、また淡々とした形ですんでその本当にその憎しみなんだっていうのはある気ないので答えようがないんですよね。<laughs> 分かりました。あの別に憎しみを持っていただろうと偏見を持ってお聞きしているわけではないので、うん、もし気持ちの変化があれば理由を教えてくださいと申し上げたまでです、同情を持っていたのかな、憎しみを持っていたのかな、どんな気持ちだったのかなというのをお聞きしたかったまででして、別にあの何か答えを <laughs> あの期待しているわけではありません、あのそういうことであの答えにくい質問で大変申し上げられませんってけれども、あの先入観があったわけではありません、うん、どうもありがとうございい、ました。はありがとうございました。うんはい えーとだいぶ時間も調和いたしましたので、えー、最後にあのあのマクドナーさんの方からこれこれはちょっと会場がありてますかねこれはねこ,これちょっとだけご説明して最後締めでお願いてめ時間にお願い,いししあの日本にはですね全ビルマ海っていう戦友艦がずっとあったんですねでまあもう今本当に数が少なくなってしまいましてでイギリスも同じようにしてビルマ海という あバーマスターと呼んでいたんですが、あの <coughs>、戦争体験者の、あの、戦友館があったわけです。で、まあ、2020年ぐらいにもう皆さん亡くなられてしまってから、今、の、バーマスターメモリアンファンドっていう名前に変更されて、で、このあの、は、の、 ベタンたちの、ま、生きてらっしゃる方たちのお世話、あの、ウェルフェアっていうのかな、福祉とか、それから、あの、これからのですね、将来のために、このフィリマ戦というのは何だったかっていう研究するための学,あの学生さん、また留学生に対しての危機をするという、こういう活動になっております。で、今回のこのお手紙は、実はあの、あの、フィリマ戦で戦った時の、あの、 将軍、その勝者の方の将軍が、あのウィリアム・スリムっていうんですねそのせ。その方のお孫さんに当たります。で、バーマスターの,そのお初めの創設者があの将軍であったウィ,ウィリアム・スリムになるんですが、その後、2世代のジョン・スリムの方が、あこれを継続され、今、3世代、えー、お孫さんがこれをやっております。で、ちなみになんですが、このパトロンは、あの、キング・チャールズになります。 でそれでここに書いてありますものは、あの今回の和解について、非常にあの促進をしているということに関して、非常に大変さうでありこの、この時点において、えー、あの昔の,なの,せあのなんてか敵は今の手元の敵であるというふうな形であの、体制を変えようという、そういうような内容に入っております。ですので、かなり画期的なものでお手紙をいただいていると思います。 そうです。この終あとていたち、えー、の長い旅路お疲れ様でございしましどう。ありがとうございました。ありがとうございただきました。Thank you, everyone.